六章に覆われた、彫像フランスは、パリロックにある、リュクサンブール公園内に所在。アーサーアルドゥック作。こういった作品は、六章に覆われることを想定した上で制作されており、物質的に保護するばかりでなく、表現形態としてのパティナの一面も持っている。六章とは、銅が参加することで生成されるサビ。青みがちな緑色をしていることから、 日本語では、そのように呼ばれる。銅合金の着色に使用されたり、銅板の表面に皮膜を作って、内部の腐食を防ぐ効果や、抗菌効果がある。クリップ名古屋城の天守は、銅板武器の屋根の六章色が印象を決定づけている。六章に覆われた彫像か枕大仏六章に覆われた彫像自由の女神像日本語名称、六章は、読んで字のごとく。 このサビの色合いが緑青であることから来ている。別称として、銅星と銅サビがあり、前者はこれも読んで字のごとく銅の青であることに由来する。対して後者は銅のサビという意味で最も直接的表現と言える。石緑青錆とも言う。また、六章の色は六章色という。中国語では銅サビという。 色についての表現は確認できない。英語ではバードグリスといい、こちらは六章色のことをも指す。この語は日本語にも色名としては御社型が移入しており、ベルニグリが外来語として通用する。フランス語ではバートデグリといい、ギリシャの緑を意味する古フランス語バートデグライスに由来する。フランス語名は英語名の語源でもあるが、 英語がそのままの語形で式名をも表すのと違って、フランス語で六章色を表す場合はハイフンを用いずに、バートデグリと記すことが多い。英語名と違って、こちらの語は日本語に移入されているとまでは言えない。しかしながら、フランス関係の芸術分野や飲食店など、サービス施設の施設名などといった形では、御社系、ベールデグリの用例が見られる。 環境下において、銅や銅合金が、酸素、二酸化炭素、水分、塩分などと反応することで、金属状に生成される青緑色の銅塩が、六章と呼ばれる。六章は、様々な銅塩の混合物であり、塩基性炭酸銅、塩基性酢酸銅カッチ酸 c o o 2 5 h 2 o 塩基性塩化銅、塩基性硫酸銅球座4 3 c u に、その他が含まれる。 六章は銅合金の着色に欠かせない素材となっている。銅武器屋根や銅像においては、むしろ六章独特の色を美術的にも効果的に取り入れている。古代から銅の鉱石及び顔料として利用されてきた孔雀石は天然の塩基性炭酸銅を成分とする。六章は酸素の触れる表面にのみ発生し、比較的脆いために落とすことができる上、六章が 金属の表面に発生すると被膜が生じ、不動体となり、内部の腐食を防ぐ効果がある。ブロンズ像は、6章の被膜に覆われることで、長きにわたって元の形を止めることができている。多くの建築物では、銅管が給水設備に使われており、6章が内部で発生することがあるが、銅管の腐食の進行を防ぐ効果がある。流し台や浴槽などに、 六章のようなものがつく場合があるが、大抵は石鹸カスや人の赤と銅イオンが反応した結果である。特殊な水質でない限り、銅管から六章が溶け出したり、六章のせいで水が青色になることはないが、水洗式便所の洗浄装置であるフラッシュバルブには内部のピストンバルブをはじめとする部品に真鍮や銅が多用されており、洗浄水に注水銅や 工業用水が使われる場合においては、水質によっては、6章が多く発生することから、6章の成分が便器に溶け出して、便器の塗水穴から、流水部に至る便器表面が緑色に滲む汚染が発生することがある。腐食した関西中国の銅化6章の浮いた銅鉱床。場所は、ドイツのマルスベルクにあるキリアンシュトレン鉱山。日本では、 昭和後期まで六章は猛毒であると考えられ、一部の教科書や辞書類にも猛毒であると書かれていた。しかしながら、東京大学医学部教授の豊川幸平が1962年から天然六章を動物に蛍光投与する実験を3年がかりで行った結果、恐ろしい猛毒という知識は間違いで、他の金属と比較して毒性は大差ないと結論付けた。 1974年に東京大学教授の和田治之助が塩基性炭酸銅と硫酸銅を用いた同じ実験を再度行った結果、前回の研究結果とほぼ一致し、さらに成長率、生存率、妊娠、出産に影響する遺伝障害も一切見当たらないことが確かめられた。厚生省は国立衛生試験所の戸部麻主任とする、 研究班を1981年に設置し、6章の主成分である塩基性炭酸銅についての研究を3年に渡っていった。1984年8月6日に出された研究報告では、蛍光投与による半数致死量は1250から 1495mgkg 慢性毒性試験では 2000ppm を投与した集団で体重増加の抑制や、 血液中の脂質の減少が見られたのみで、6章の主成分である塩基性炭酸銅の毒性は、さほど強いものとは考えられない。としている。また、1989年に、長谷川隆一らが行った、急性毒性試験でも、LD50 は、オスのラットで 1350mgkg、メスのラットで 1495mgkg という数値が出されている。 六章を猛毒とする説が何を根拠に提唱されたかということに、定説はないが、いくつかの可能性が指摘されている。ありがとうございます。